Breaking down. おお、ゾンビラ来たな。ゾンビラやるかな。あ、撃てめっちゃない。お前さ、朝倉美希の金魚踏んだろ。はい、みんな取るんだよ。俺とやらせろってんだよ。おい、おい、俺とやるか。お前さ、おい、やろ。今日はな、楽しみにしたよ。頼む、おい、約束だ。じゃ、お前エリートだな。だからなんだっつってんの。俺に言ってんだろ、お前。言ってんだろ、お前が。一人でやってっから、便利だからね。何じゃいすぎやろ、やろ。やるって言ってんの。人事にやってやろう。人事に。え、年いくつですか。19。覚えとけよ、一回。お前誰だよ、お前も誰だよ。試合決定しますか。会場あってるし。アデサインやはどうなるんですか。ちょっともう、話聞かない。やりましょう。いいや、じゃ決定でお願いします。ありがとうございます。いいですか。はい、ありがとうございます。まあ、ブレイキングダウンのために、まあ、自分が今までやってきたその事業とか、まあ、友達も全員切ってきて、もう正直この先当てもねえし、本当人生最後の戦いだと思ってるんで、次の方、日健くんです。第2回大会と第3回大会出てて、まあ、どっちも負けてて、次はもう選ばれることないかなって思ってたんですけど、選んでいただいてもらって、僕もみくるさんたちと同じ豊橋でこう触発されたっていうか、まあ憧れで、まあ、僕もなんか貢献したいなって。豊橋ですか。豊橋ですね。暴走族とかには入ってなかったっていうことですか。入ってなかったですね。誘われはしましたけど。鈴木さんでしたっけ。ああ、そうです。はい。でも経歴的には面白いですけど、はい、戦いたい人とかいるんですか。戦いたい人はやっぱ自分よりでかくて強い人だったら誰でもいいです、格闘技はもう全くやったことないと。全くやったことないですね。喧嘩しかないですね、まあ、ミクルサインほどではないですけど、まあ、普通に1対10で相手が全員武器持ってて1人残らずボコボコにして、最強じゃん。何人をって言いました。え、何人をって言いました。はい、1対10で。1対10で全員ボコボコにした。武器を持った相手。いや、出てもらいたいっすね。本当っすか、それ。あ、ガチっすね。まあ、4年前とかの話ですけど。へえ、すごいっすね。なんか見てみたいな、戦いを。今あ、じゃあ誰か彼とやりたい人、本当に。自分もやりたいっす。もうやりたいっす。まあ、一番早かったんで、じゃあ、はい、じゃあ、2人一回戦ってもらっていいっすか、今から。はい、はい。何かありますか。そうですね、あの、僕から対戦相手選ぶってのはありなの。あ、選ぶっていうか、誰とやりたいですか。山田さんとやりたいですね。俺とやんの。なんか前回のその1000万企画の時に結構強い強いって言われてたんで、でここらでちょっと有名な人と戦って僕も有名になりたいなって。全然いいんじゃないですか。じゃあやりますか。お願いします。楽しみですね。なんか楽しみですね。熱いと思いますよ。やりがいがある。はい、殴り合いしましょう。でも意思は折れないっていう。折れてないっすよ。必ず出て勝ちたいっすよ。長野県から来ました不破の大輝です。23歳です。まあ、ブレイキングダウンを、まあ、友達から教えてもらって、なんかしょっぱい試合してるんで、でまあ自分が出てプロとは違う素人ならではの面白い戦いを見せたいと思います。バッチバチの殴り合いをしたいですね。まあ
ブレイキングダウンノリで受けてみたっていう感じですね。あのボクシングやってるんで、うん、まあちょっとシャドーボクシングをちょっとやってみてもいいですかね。あ、別にいいですよ。はい、ありがとうございます。今のシャドウ見てどう思いました？いや、大したことないですね。ボクシング4年やってるんですよね。あ、そうですね。はいはい、ふわのさん、やりますか？あ、僕も。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの審査する方々はいいんですけど、なんすか、おまけっすか、付録みたいなもんすかね。なんでいるんすかね。お前誰だよ、まず。誰に口聞いてんの。何しに来たんだよ。いや、オーディションだ。何もアピールしてねえじゃん、自分から。さっきやっただろ、シャッ。人に言われて やってたんじゃ意味ねえんだよ。自分からやれよ。まあ、君たちの体重だとさ、ちょうど俺の体重とほぼ変わんないからさ、全然やりたいんだったら、誰とでもいいからさ。あ、いいっすか。え、今ってなんかあのグローブつけて殴り合いとかってできるんですかね。まあやろうと思えばできますよ。誰かとしたいんですけど。あ、じゃあ僕いいっすか。まあやりたければやりますか。やりましょう。やりましょう。めちゃめちゃいいやつね。ウィナー、ありがとうございました。すみません、あのボクシング4年、嘘っす。嘘つくなよ。どうしても出たくて、でそれでまあ初心者なんですけど、やっぱ経験者強いなと思って、全然なんか思ってた。違う、うまくいかなくて。生意気なこと言ってすみませんでした。でも楽しかったっす。もう最高ですね、生きるって。でもどうすか、後藤さん、彼のってやりますか。やります、やりましょうよ。まあやりましょうよ、またまた。いやいや、約束っすよ。言ったんで、そっちから。3月21日大丈夫。大丈夫っす、開けますよ。じゃあ試合決定で。あ、お願いします。お願いします。お願いします。あれ、応募用しない人いるじゃないですか、2人。あー、ね、ビビビ、山口君が来ました。お疲れ様でした。このままでしょ、お願いします。わかったわかったわかった。ミクルさん、久しぶりっすね。いたさて、了解です。ヘズマか。あ、ヘズマはいらないっすね。いや、違う、待って。アンポチャンネルの、あ、はじめまして、アンポチャンネル。あ、はじめまして、はじめまして。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。応募用しないけど来られたんですか。あ、そうですね。え、体重何キロですか。体重今80ぐらいですね。大丈夫なんですか。あ、はい、全然でかい人倒しないんで。で、なんか皆さんなんか気合入ってるんですけど、エンタメで来られたってもう帰ってもらっていいですか。いや、俺ガチやけ。ね、もう誰ダメでしょ。名前知らんよ。ね、分からんよ。どうでもいいんですけど、エンタメで帰ってもらっていいですか。全然分からん。それエンタメだって帰れ、これ。なんだこれ、おい、なんだこれ。みんな背負っとんねん、これ。みんな背負っとんねん、ふざかん。こいつや、かかっていいよ、これ。早く、これ。今のでタックルじゃろうや。ちっこがアンポはわからんけどや。
おいこれ安心保険あんまやめといてこれおいこれ前もってお前叩き出してくれやんな叩き出したよそうああお前礼儀やってねえんじゃこれさあメリットなくないは俺が見とるの朝から行くだけじゃお前よミクルさんにお前失礼なことしてるやろこれしてねえお前どの立場なんじゃこれお前朝からミクルのチャンネル見ちゃおうかはお前トップスリーズのヘッまで再生数何言ったか分からんお前ザコがはもういいすいません、なんか気合が入ってる、好きよはいまあ、ヘズマ竜は出てもらうしかないっすねしゃ知名度的にまあ、この中からやりたい人やらせてくださいみんなやりたいなんか、僕、アンプルキャーチャンネルってやらせてもらってるんですけどメンバーで、結構コメント欄でヘズマ竜に似てるとか言われててそれ確かになんかあんな不義理なやつにおいって言われてもムカつくんでヘズマリュウじゃなくてテヨに似てるって言われたいんでこいつ倒してはいいやテヨやろうやさっき悪かったやろうやすごいなやろうアクションアクションやるぞお前握手もできんのかやるぞそんな不義理なやつ切れんあーわかったまあじゃあここは試合決定でいいかな試合決定でいいじゃんしゃーお願いしますはい、ということでね、まあドット使いましたね、一日濃すぎたよ、濃すぎわこれからブレイキングダウンの顔になっていくような選手もなんかちょっと片鱗が見えたというかで、1000万企画の方々も無事全員あモハンモハンの相手だけいなかったっすねいや、私、小路先生とかなんか呼んでくるかな、なんか誰かと思ったら寂しいですね、今日でもあれっすね、まあ、こんだけ多分視聴回数とかもすごいいくと思うんで3月21日、まあ、プロの方でもいいんですけどモハン選手と、1分打撃ルールで68キロか69キロ当日計量、はい、やりたい方いましたら、応募お待ちしてます、まあ、結構チャンスなんじゃないかなと思います格闘家にとっても、まあ、大体試合も結構決まりましたし、すごいね楽しみなカードができたんで3月21日は、すごい盛り上がるんじゃないかなと思います、概要欄に、このペーパービューの購入できるページありますんでそこから購入していただけたらなと思いますで、今日のオーディションとは別にプロの、試合を何試合か組んでますのでその、まあ、対戦カードも、いずれ出ることになると思います、はいまあ、じゃあそんな感じで今日は終わりでございますありがとうございましたありがとうございました Breaking down.